今回は、10年浪人しても東大に受からない、ニートのイッチの話を紹介するよ。ニートは28歳。10年浪人して東大を受けるが今年も不合格。浪人って何年くらい許されると思う？なんか最近、浪人してるのにニートって親戚とか親に言われるんだよな。前に同窓会に行った時もいつまで無職ニートしてるの？って言われた。浪人生は何年浪人してても浪人生だろ。年数にもよる。3年くらいまでじゃね。3年は長いだろ。偏差値とかによっても違うだろ。Fランやマーチクラスならそや2年くらいだろうけど、もっと上位校なら違うだろ。で、お前はどこを受けるの？いくら医学部を狙ってるとかでも浪人年数が長いのはな。浪人歴が長いと就活に不利になりそう。もう諦めて働けよニート。そうは言われてもな。Yはニートじゃないし、ちな狙ってるのは東大。10年狙い続けて、今年も受けたけど不合格やった。10年は草。ってことはもう28かよ、おっさんやん。お前の同級生、みんな働いてるんだよな。そりゃ無職ニートって言われるわ。よう、ニート。東大クラスになると浪人が長いことなんて問題にならないだろ。受かれば Y の勝ちや。っていうか今更浪人をやめてフランやマーチに入学なんてしたらそれこそ終わりやろ。東大に入れてこそ意味がある。意味なんてねえよ、諦めろ。万が一にも来年東大に受かったとして、誰がお前を採用するんだよ。それな。諦めない心が Y の強みや。それに勉強してんだからニートじゃないやろ。毎日、遊んで寝て食ってて奴らと一緒にするのはやめろ。じゃあ聞くけどお前、一日何時間勉強してんの？10年頑張って入れないようじゃ勉強が向いてないよ。もうやめた方がいい。マジレスする気もなくすわ。親は浪人を認めてんのか。最初の2年は予備校に通わせてくれた。その後は、自宅学習にしろって言われて予備校代も出してもらえない。親戚には、どこかの大学に進学したって嘘ついたっぽい。嘘なんてつかなくていいのにな。そりゃお前の存在が恥ずかしいから隠したいんだよ。マジニートってきついよな。浪人生って言える年数を超えててくさ。絶対学力ないから諦めた方がいい。前より感触はつかめてんだけどな。まあさすがに得意な教科も出てきたし一日中勉強してるわけじゃない。つまり、適当に勉強してあとはニート生活してるってわけだろ。浪人を言い訳にしてるだけでただのニート定期。マジで実力がないんだろうな。アホでも3年4年浪人したら東大くらい入れるやろ。医学部じゃない限りバカ。医学部でもこれはねえわ。食費がもったいない。親も今さら、どうしようもなくて困ってそう。親戚に大学行ったって嘘をつく親の気持ちを考えると泣ける。マジそれだよな。別に親に大学入ったことにしてくれとか一言も言ってないからな。あっちが勝手に行っただけだし。親戚の集まりとか恥ずかしくない？東大に入れたとして、周りが年下ばかりで気まずそう。東大くらいにもなると、社会人で入るやつもいるみたいだし。別に何歳でも学びたいならいいだろ。だとしても友達はできないし就活もうまくいかないだろうし辛いだろ。新卒扱いもしてもらえなさそうやな。10年浪人したんだから、就活もゆっくりやるからええで。そのうちYの実力を知って、雇ってくれる会社が見つかるやろ。東大卒ならなおさらや。なんでそこまで自信があるのか不思議でしょうがない。東大に見せられたアホか。どの発言にも説得力がないんだよな。1年目にどのレベルだったか知らんけど絶対マーチに入った方が良かったやろ。一致がマーチに入れたかどうかも疑問。それな。この調子じゃ面接も落ちそうな気がする。無駄に自信だけあるんだよな。もうちょっと、現実知った方がいいと思うよ。もう少し早く入学したかったのが10年時間がかかったってのは分かってるが、だからって、それは入学前の話で、入ったらYの価値格や。そこまで勉強してないのならバイトとかすればいいのに。今28だろ？ 29 とか30で東大に入ったとして、卒業する頃には、30代の新卒とか普通おらんやろ。東大の何にそこまで憧れるのかわからん。そりゃ日本の最高峰の学校やからな。誰だって憧れるやろ。予備校を辞めさせられたのはきつかったがそれでもコツコツと頑張ってきたんや。来年こそは受かると思う。司法試験とかならまだしも東大の入学にそこまでこだわっても。資格でも受けてた方がマシ。将来は無職の子同時決定やな。親も学費なんて払わなきゃいいと思う。一致が東大に受かる前に親が定年を迎えそう。なんで積んでるってわかんないの。絶対合格する気だから積んでるとは思ってない。とにかく同窓会でニート呼ばわりされたのがムカついた。ニートと浪人生は違うやろ。働く気も動く気もない無気力人間がニートなんだし。勝手な定義で自分をニートから外すなよ。ニートくらいしか一致と気持ちを分かり合える存在なんておらにゃん。ニートじゃないならなんなの？浪人生って言ってんだろ。自分の学力やレベルが分からずに永遠に受験し続けるやつって哀れだよな。親戚に東大生でもいるんか？
東大の何がそこまで良いのかマジでわからん。東大卒のニートも多いらしいしな。就職に繋がらんかったら意味ないんやで。一種のステータスくらいにしか思ってないんだろうな。こだわりすぎや。さすが二重浪は草。引き続き、ニート関連のスレを紹介するよ。脱ニートしようと思ったけど、昨晩バイトをバックレてきた。お前らもよく知ってる某チェーン店やで。ちなみに初日で逃げた。親もお前から逃げたいだろうな。まさか店長も初日でしかも1時間半でバックレるとは思わなかっただろうな。あかん。電話がしつこい。さっきでもう5回目や。お前か。ガチで許さんからな。仕事ほったらかして何ジェイする店長の元で働きたくないわ。やっぱりバックレて正解やな。詳しいこと言うけど昨日の20時から初出勤だったんだ。15分前に俺は到着してバックに行ったんだけど誰もいなくて、すいません今日から入るわいですって言ってみたんだけど誰もいなかったんや。実家に電話は？マッマのスマホにさっき1回かかってきた。あかん。なんでバイト先に母親の携帯番号を知らせてるんですかねー。ブランクに突っ込まれてニートって言ったら、親の番号も聞かれた。それで仕方なく休憩所の椅子に座って待ってたらようやく教育係の人が来てさ。制服と名札と注文品を入力する機器をもらって着替えたんや。ここまではまだ脱ニートする気 100% やった。制服に着替えてからは、また10分くらい放置されて、今度は店長が来て接客マニュアルの動画を見せられたんや。まあまだここまでは普通だった。バイト経験が乏しいから普通かようわからんけどな。初日なら問題ないだろ。初日から期待してる会社なんて終わってるよ。そしたら店長が店長じゃあこの動画見て全部覚えてね。覚えたらテストするから。わいあの、そういえば退勤時間は。店長ん、テストに合格したら返すよ。合格しなかったら12時過ぎても残ってもらうからね。じゃあそういうことで、まずここで一回心が折れた。先週出勤時間は教えてもらったけど、退勤時間を教えてくれなかったのはこういうことだったんだ。とりあえず俺は動画を必死に見せて順通りに注文機器を使ってみて覚えようとした。ちなみにこの時注文機器はトレーニングモードだったから現場に影響はない。ここで俺はまた心が折れそうなことに直面した。わいあれ？この品ってどうやって出すんだ？俺はとりあえず注文機器の中のメニューをあらかた探してみたが全くわからなかった。これは聞くしかないと悟った俺は店長を呼んではいすいません。これってどうしたら登録できるんですか？そうすると店長が店長は？動画に載ってるから見ろよ。そうしてゼリフを吐いて現場に戻ってしまった。覚えれるわけない。だって注文機器を触ったのも初めてだし扱い方だって動画に載ってなかった。俺は必死にメニューから探したけどいつまでも見つからなくてここでまた心が折れた。そして微妙にショックを受けてる最中また心が折れた出来事が起きた。なんとバッグの冷蔵庫付近にゴキブリがいた。これで完全に心が折れた俺は逃げなきゃって悟った。あ、ちなみに昨日のは時給発生してないで。だって店長がトレーニング期間中は時給発生しないよって言ってたから。これ多分は丸見やろ。は丸見でバイトしたことあるけど、最初謎の動画を見せられてその後メニューの作り方が書かれたやつ渡されて明日の出勤までに全部覚えてこいって言われたわ。それもだいぶひどいな。もう店名さらせよ。ベテランパートさんと店長は現場に。バックヤードには俺だけ。この状況は多分今しかないと思った俺は、制服とエプロンを机の上に脱ぎ捨てて、ロッカーからバッグを持って忘れ物がないか多分10秒くらい確認した後だったかな。俺は従業員入り口からダッシュで抜け出して近くのコンビニで10分くらい時間を置いた後、自転車を取って帰った。これが昨日やな。そしてまたニートに戻った。もう働くのは嫌や。そして今日は家でダラダラ。現在に至る、説明不足でわからん点がいくつもあるはずやからそこは質問してや。可能な範囲答えるわ。スマホで店長の言ってることを録音して労働局に通報すればよかったのに。18歳未満の22時から5時までの労働基準法で原則禁止されてるんだし。てか会話を録音しようと思わなかった。こんなことになるなんて想像してなかったからな。ニート上がりだから長時間は無理やし、ここで相談したら20代やから飲食バイトなら余裕だって言われてさ。土日の短時間だけで探してたら昨日バックレたところに採用されたんや。なんで店名を言えないんや。物事を大きくしたくないから出さないだけや。ヒントは牛丼や。それ以上はガチで言えん。もう勤務先を特定できるような情報は聞かないでくれ。君みたいに大きくしない人がいるから、君みたいに何も知らずに動画を見さされる被害者がなくならないんやで。ワイのせいにすんなや。元凶は奴らや。それと自転車を取って帰ったって何？自分の自転車で出勤して自分の自転車でバックレた。パクったみたいな書き方だったもんで一応な。そんなわけないわ。従業員で入り口から出た後、速攻でその場を離れたくて走って近くのコンビニに一旦避難したんや。でも自転車を放置するわけにはあかんから、取りに戻ったって意味や。わかった。
牛丼屋の名前を聞くのは諦めよう。ところでお前が好きな牛丼のメニューは何だ？店まで言わなくていい。好きなメニューだけを教えてくれ。普通の牛丼、シンプルイズベスト。完全にゼロから動画だけで覚えろとか無理な話だ。それに新人教育がまるでなってないから、そういうところも信用できない要素の一つ。っていうかニートだって面接で言ったら、丁寧に教えるとか言ってたくせに、なんなんだよ。自分で何でも覚えるやつを探してるんじゃね？なら俺がバックれても問題ゼロだったということだな。つまり俺は悪くない。やっぱり飲食はダメやった。俺の落ち度はそれくらいやな。動画を見せて教えたことになるのなら、学校の授業なんかも動画を再生するだけで、授業しました、ってことになるぞ。じゃあ今その店で働いてるやつは、どうして動画だけで理解できたんだ？全員が動画だけで理解したと思っているのか？お前もバカだな。証拠もなしに前提がおかしくないか？じゃあお前はその後の教育があるにもかかわらず逃げ出したわけだ。無能を認めればいいじゃないか。店長は確かにその動画で今日中に全部覚えてね。明日からは現場に入れるから覚悟しといてねと言ってた。つまりその後の教育はないわけだ。新人教育を全部動画に頼ってる怠慢な職場はこっちから願い下げ。話はわかるが、ニートが語ってるとちょっとな。そんなことはどうでもいい。お前はその店で働いている奴よりも無能だということがお前に自覚できていればそれでいい。お前が正しいかどうかなんて何の関係もないし無意味だ。はい、バカ特有のセリフ。お疲れ様でした。新人教育をする意思がないから動画に頼ったんだろ？それに研修期間も時給発生するはずなのに、今日のは時給換算しないよって言われた。夜の8時から退勤時間は未定。人間もクソ、あんな場所いる意味がない。いくらニートとはいえ、まだ20代後半だしバイトは本気で探せばいくらでもあるだろ。自転車で近いからって選ぶんじゃなかった。しかももう一つ付け加えると、作業場にゴキブリがいたのもダメだな。衛生管理がなってない証拠。不衛生な環境では働きたくないからな。これからも大事な場面で逃げ出す人生を送るんだろうな。たかがバイトだろ。確かにニートだけど、専門学校に通ってた時は無遅刻、無欠席だぞ。へえ、専門ね。お、ついに学歴叩きか？ムキになりすぎだろ。叩くも何も専門学校は学歴に入らんぞ。学歴は？バックレはあれだけど、職場も職場だな。引き続き、ニート関連のスレを紹介するよ。Y 君、バイト初日でバックレる。これで7回目の模様、いつ脱ニートできるんだよ。何のバイト？工場や。それを他人に言うことも恥に思えよ。匿名や指導でもええわ。クズやな。自覚はあるぞ。でも辛いんじゃ。何が辛いんや？バイトがや。あとニートになる前は派遣とか正社員もバックレた模様。そう、ならしなきゃいい。同じ県内ぐらいでやってたらブラックリスト入りなるで。同僚他社ならともかく腐るほど求人があるのにそんなことなるか。 Y 君がバイト初日でバックレる。スレタイで一句読むな。お、ま、そもそもなんでバイト面接受けたんや。金もないしニート辞めようと思って。お前らが勇気出してバイトの面接受けて受かってて、意外と続くもんやってアドバイスを真に受けたんや。何歳？42歳や。42歳でネットの書き込みのせいにするとか幼稚もいいとこ。バイトバックレって学校も不登校多そう。高校も不登校で通信、大学も不登校で通信卒業したやで。納得やん。まあ考えてみたらそうやな。バックレはマジでいいことないからやめとけ。やめるなら嫌でも申告するようにした方がいい。出勤時間ギリギリで一応電話しとるやで。素晴らしい。3月。癖になるからやめとけ。せやな。やめるわ。いや、バイトなんてバックレてええやろ。そうかもしれんな。バイトはともかく正社員のバックレって離職料とかどうすんねん。初日バックレならそういうの何も言われんかったわ。別に初日じゃなくても着信拒否すればそれで終わりや。着信拒否ってそういえば一度もやったことないわ。家まで来られるとかなったらめんどいし。来るわけないやろ。Y はバイトバックレなんて5回くらいしてるけど、家から近いスーパーの時でさえ来なかったぞ。実際そんなもんなんやな。そら会社からすればどうでもええやろ。離職料もらってなくて困んのはエッチやんか。そうなんか？ Y はここで仕事してたけど辞めて無職ですって証明やから、それ持ってハロワカ役場に提出せなあかんはずや。詳しくは知らんけど、失業手当とかもらうんに行ったんちゃうか。失業手当もらうほど長く働いたことないからな。そういやそうか。せや。奇跡的に1年くらい働けた時はちゃんと辞めろよ。そらそうするよ。絶対ないけど。半年くらい入って急にバックレるの気持ちよすぎる。B 級バックラーやな。まだその域に達したことないわ。働くことに向いてないやつって一定数おるからしゃあない。一期は労働とか社会に向いていなかったんや。せやせや。相手が迷惑するからもう応募すんなよ。次こそは頑張るやで、と思うんやけどな。まあその繰り返しや。だからもうええて。次もまたバックレそうでくさ。
き続き、ニート関連のスレを紹介するよ。地方発売とニートは、24日の金曜日に来いと言われるも24日は木曜であると指摘できずに詰む。バックれればええんか？ええで。とりあえず木曜は無視して。それで電話とかかかってこなかったら25日だったってことで行けばいいよな。24日って言われとるなら24日やろ。だってそれで行っても質疑の日だったら Y が丸じやん。粉確認しろや。一言電話するだけやろがい張り倒すぞボケカス。一番のが丸じは24日の金曜言うとるやつやろ。それはただの間違いだからが丸字ではないぞ。普通によくあるレベルのダメなやつや、よくあるレベルのダメなやつを超解釈する方がが丸字やぞ。24に行けばええやん。ほうれん草はしっかりしろ。曜日と日付が違ってて日付の方が間違ってることなんてあるか？ある。曜日が重要になる職場だったらあるやろ。金曜日が大好きな人なら勘違いするかもしれんやろ。なんなんほんと。コミュ障陰キャ通信卒中高引きこもりはいにきつすぎる仕打ちやろ。聞いてみたらええやん。電話してはお前の聞き間違いなんじゃねえのとか言われたらそれはそれで丸んじゃうんだよ。決めたよ。Y 木曜バックれてもし電話かかってきたら金曜日の14時って聞いてましたって言うよ。もうやだ。お薬飲んで全部忘れて寝よう。つうかわからないなら両方出る気でいればいいじゃん。先輩バイトや君シフトに入ってないのに来たの？やる気に溢れてるね。11月の24日が金曜日やで。よし、きっとそうだ。 Y は何も不安なんて感じてない。だって間違えてなんてなかったんやから。ふぅ、焦った焦った。電話で聞けばいいのに。引き続き、ニート関連のスレを紹介するよ。仕事でどうしようもなくムカつくことがあったからニートたちに八つ当たりしたい。社会のゴミクズだしニートだったらええだろ。未だにニートとかやってる社会のゴミクズなんていないよな。さすがに。お前もニートだろ。仕事でムカつくことがあったって言ってんだろう。やっぱりニートやってるやつって頭も悪いんだね。本家に行かないなぞ。社会人は使いやすさを重視するんや。ニートと違って時間もないからな。余裕ないのなんでなんや。仕事で忙しいからや。見やすさを重視する。ニートになると返信も遅いな。マジで能力自体があまりにも低い。せっかく答えてやってもレスポンスもできない。これがニートとかいうゴミクズの知能のレベル。お前らは社会のサンドバッグになる以外、使い道がないんだからさっさとレスポンスしろよ。きつ。本も読まないし知能も低いから煽りのボキャブラリーすら少ない。本当にゴミクズだよな。ねえいつまで親に迷惑かけるの？自分が無能で社会のゴミクズだっていうのにそれを親のせいにして現実から目をそらしてずっと生き続けるつもりなんか。ちょっと正論を言われれば貧相なボキャブラリーで言い返したつもりになって満足できるんか。仕事ムカついてやめちゃったん。今日早退しようと思ったけどそのまままた仕事をしとるで。適当にやって帰るけどな。一人も言い返せないんか。週末の恩恵は子持ち社会人の方がニートより多いぞ。ニートが少ないかの話をしてるんじゃないんだけどな。そんなこともわからないんか。正論言われるとすぐ何も言えなくなってる。多いか少ないかは大事でしょ。だって一致が標的にしたい人らがいない可能性まであるのに。ようやく上げ足取れて嬉しいね。マジで本質じゃないところでマウント取って誘引を下げている。土曜に働いてご苦労様やで。ありがとな。まともな知能があるニートってのはやっぱりいないものか。これで一致がニートだったらマジで笑う。まあこの状態やと数ヶ月後はマジでニートだろうな。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録もよろしくお願いします。